はい、皆様こんにちは。テニスメディカルトレーニングラボの菅尾です。今日5月1日なんですけど、なんかめっちゃ暑くなってきて、もう本当トレーニングにやるにはもう最高のシーズンに入ってきたなと思うんですけども、今日の動画はですね、2本作って、まあ、1つのシリーズみたいな形にしたいんですけども、この前の腹筋のメニューをちょっと作らせてもらったら、何回か見て参考にさせてもらいます、やってますっていうちょっとお声いただいたので、ちょっとそれに習ってやろうかなと思うんですけども、この動画でまず正しい姿勢やり方っていうのを紹介させてもらって、また別動画で単純にトレーニングだけやるっていう、同じ回数同じ秒数を僕と一緒にやりましょうみたいな形にしたいんですけども、この動画でまず下半身のトレーニングメニューとしてやりたいんですけども、まずダブルレッグのスクワット、2本足と普通のノーマルなスクワットとランジのトレーニングを中心に派生させたメニューっていうのをいくつか紹介したいなと思うので、まずはメニューだけ見てやるっていう動画ではなくて、こちらの動画を見て何回か練習して、もう大丈夫だな、痛くないな、しっかりターゲット通りの筋肉に刺激が影響になってるなっていう風になってから、そちらの動画の方に行くようにしてください。じゃあダブルレッグ2本足のノーマルのスクワットから行くんですけども、まあスタンス幅はいろいろあるんですが、まあ教科書通り行くと、まあ肩幅よりやや広めと、で、つま先もやや外向きですね。で、この時に見てほしいのはこの膝のお皿。これが外に向いたり、内に行ったりしない、というか正面に向くようにお皿ですね、するようにください。つま先で見ないで、あくまでお皿で見るようにしてください。で、ちょっと横向きから先に行きたいんですけども、とにかく骨盤立たせて、お尻を後ろに引くようにゆっくりも重心下げてくるんですけども、いつも言うと、つま先より膝がこう出ちゃうと、これ絶対ダメスクワットなので、お尻を引くように下ろしてくると。はい。で、まあ、下半身トレーニングなんで、ももとお尻、ここがターゲットの筋肉になるので、ここにしっかり行けると重心が乗るように持っていくと。はい。で、この時に、ちょっと足元見といてもらいたいんですけども、つま先がピクって、まあ、わかりやすく言うと、こういう状態になっちゃってると、要は、重心が後ろに行っちゃってますよ、かかとに行っちゃってますよっていうようなイメージになっちゃうので、だから足裏全体、どちらかというとやや前ぐらいでもいいので、重心がしっかり足裏かけて、来るようにしてくださいと。で、あとは正面向きの時につま先より膝が、まあ、特に多いのは内側ですね、こう入ってこない、当然外もダメなんで、正面姿勢はお皿がまっすぐで骨盤立てて、ふぅで、ももができれば地面の平行なので、で、この時にちょっと左に寄ったりとか右に寄ったりではなくて、もうまっすぐ股下、シッと真下に落ちてくる、つま先より膝が出ない。で、もしちょっとこれのやり方が難しいよっていう場合は、椅子でも持ってきて、で、下の姿勢も作っちゃうんですよね。で、つま先より膝が出ないようにして、ちょっと椅子の前側に座って、背筋立たしておいて、ちょっと前にこうね、重心をこう、移動させて、ここからちょっとお尻浮かせれば、ここでスクワット姿勢。お尻をちょこっとこう椅子につくようなイメージであれば、膝が前に出ることで、要はこのまま行っちゃうと座れないじゃないですか。うん。お尻だけちょこっとやるようにすれば、ダブルレッグのスクワットは完璧にこなせるので、とにかくお皿の下がスクワットやることによって痛くなったら、十中八九間違ってるので、こういう風にやってお皿痛めてるので、そうなっている人は必ずやり直す、もしくは、それで下まで下げないで、まず腿とお尻にしっかり乗るように、練習をしてからスクワット。とにかくスクワットはすごくいいトレーニングな反面、すごく怪我をするリスクが高い、正しくやらないでしょ。正しくやらないと怪我をするリスクが高いトレーニングなので、ここだけは外さないようにしっかりと練習をしてください。はい、続いてランジのトレーニングですね。で、ランジも最初からの結構難しいと思うので、もうランジができた姿勢から作っちゃうんですね。まあランジって要は、例えばフロントランジだったら、要はこういう、まあこれがランジのトレーニングなんですけど、こうステップインとかしたりするのが難しいとかっていう場合があるので、もう一番最初はもう作っちゃうと。後ろの膝地面につけて、もうとにかく膝がさっきのスクワットと一緒で、膝が特に前に出ちゃうと。この動きで膝って痛めるので、もう90度あらかじめ作ると。で、ランジのもう一つのエラーで、まあ、とにかく突っ込むので、立たせましょう。まあ、骨盤立たせましょうと。まあ、わかりやすく言うと上半身を倒さない。で、このまま今ついてる後ろの膝をピュッと上げてくれば、ここでランジの形。膝が出ることもなく、上体が当たることもなく。はい。で、正面から向くと、まあ、これまた本当スクワットと一緒で、膝が出ると女の子とかグッと入っちゃうので、まっすぐ抜けたまま立たせて、今、右の膝ついてるんですけど、腿とお尻意識して、せーので、ちょっと上げるだけ。これで
で、ひとまずランジの形ができます。で、ここからやりたいのが、ステップイン、フロントランジからいきたいんですけど、でとにかくステップインっていうのは、ちょっとね、まだこの動画作ってないんですけど、ステップインはかかとから入るので、すごくゆっくりやると、今からここのかかと見といてもらいたいんですけど、かかとから入って、ぎゅー。もう一回いきますよ。かかとから最初地面について、最初言ったランジの形、膝が前に出ない、上体前に突っ込まないで、ぎゅー。ダメな例は、ぎゅー。これだけでもなんかちょっと嫌ですもんね、痛い。だ結構大体スタンスが狭くて膝が飛び出ちゃう場合があるので、自身のこのスタンス幅っていうのを知った上で、あこれぐらいで僕9、私90度だなってなったところにめがけて、かかとから、ぎゅー。で、これ戻すときも結構トレーニングになって、逆に、つま先浮かせて、はい、かかとでグッと蹴ってくると、もも裏が疲れるんですよ。これハムストリングって言うんですけど、かかとから入って、つま先でかかとで蹴ってくる。かかとから入って、はい、これがフロントランジ。はい、足裏からベトって疲れる方がいい。そうすると、ここに負担がかかって、これまた痛める原因になるので、こうやって入らないで、かかとから、でかかとで離す、はい、突っ込まない、膝が出ない、膝が入らない、はい、これがフロントランジですね。はい、それではダブルレッグスクワットとランジのトレーニングやったということで、下半身のは踏ん張りのやり方は説明させていただきましたと。でテニスをやる上でいつも言っている通り、下半身を踏ん張りながら上半身のねじりひねりが必要なので、まあ、これをトレーニングしていきたいと。で適当にバスケットボールも持ってますけど、別にメディシンボールとか別にラケットとかテニスボールとかでもいいんですけど、一応ただのものとして持っててもらえばいいですね。で一応スクワットの形作ります。でこっからこれただこうしてるだけなんですよ。膝が出ない。でこのまま上半身をねじってくるんですけど、ただねじり方っていろいろあって、今日やりたいのは例えば右にひねろうとすると、やりやすいやり方って膝がこう内に入ることなんですけど、テイクバックの時ってこうはしない、向こうで打つとしてこうはしないので、うん、分かりやすく言うと、ここから上とここから下を分けちゃって、捻転ひねりは背骨だけでやる。要はずっとももとお尻はキープのまま使って、はい、1でいけるところまで。で、テイクバックの時とか、例えば肘立てたいので、肘をグッと立てた状態で、グッ、膝入らない。グッ、息吐きながら、吐きながら。これが、軸をまっすぐにした、真ん中にした時のねじり。で、テニスって結局右足軸とか、左足軸とかでもひねるので、そこをイメージすると、右足にまず移動させて、で、ねじり。で、左に移動させて、ねじり。右に移動させて、ねじり。で、この時に膝が内に入ったりとか、外に出たりとか、あと、見えづらいかな。足の、重心なんですけど、例えば右にねじろうとすると小指側に大きさで言うとこういっちゃうパターンとかがあるので、あくまで足裏全体もしくは母子球にキープさせたままねじり、膝入らない、はい、息吐きながら、で右軸の時は右に重心移動してギュー、左に重心移動してギュー、はい、これがダブルレッグスクワットのキープしたままの捻転のトレーニング、ひねりのトレーニングになります。はい、じゃあ今度はそれをランジの姿勢でねじり降ります。理屈は一緒ですね。正面向きでいくと、例えば右足をかかとから重心体重入れて、ランジ作ったら、このまま右足を出したら、右ねじり。2と。3と。で、重いのが膝が内に入っちゃう。こう。で、またちょっと分かりづらく申し上げると、この足の裏の重心が母子球じゃなくて右にひねった時に外側にこう小子球ってこっち側に行っちゃう。あくまで、こっから下、こっから上は、別物と今回は考えてもらって、ねじるのは上半身だけ。グッと。グッと。グッと。はい。お皿まっすぐ。まあ、つま先はちょっと外でもいいんだけど、例えばお皿がまっすぐで、ねじるときに膝の動きがないようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、簡単にすごく説明させてもらったんですけども、まあ、この動画撮り終わったらもうすぐですね、これを今使った、トレーニングの、ただ単にトレーニングをやる動画を作りますので、これを見て、とにかく練習をして、まあ、キーポイントはとにかくお皿、膝のお皿の下が痛くなっちゃうのが、
スクワット系、ランジ系のトレーニングの一番まずいところなので、そこだけ確認して、要は本当に十中八九体重落とした時に、膝が出なかったりすれば、まあ痛めることはない、非常に効果的なトレーニングになると思うので、まずは練習して、で、いつも言ったようにスクワットとかランジというのは重心落とすことなので、テニスの動き、そのまま重心でまあ下げて、打ったりするので、テクニック的にも重心がしっかり下げることが、まあ他のところで言ってますけど、これができないと、パフォーマンスが高いテニスの、プレーができないので、そういったことも踏まえて、筋力トレーニングとしてのスクワットとランジ、で、テニスのプレーを良くするための必要な条件として、スクワットとランジがあるんだよっていう風に覚えたまま、もうこの動画これ終わりなので、トレーニング動画だけ毎日やるようにしてもらえればと思います。皆さん頑張ってください。僕も頑張って今から説明します。それではその動画で会いましょう。さようなら。